100% 英語で保育やってるっていうところから、スタッフも海外のスタッフが多いんです。保育士さん前10日間今回来ていただいたんだけど、日が経つにつれて一言から二言から三言にこうどんどんコミュニケーションが増えてきたなっていうのはすごい感じたところもありますね。ただ机上で勉強するんじゃなくて、実際現場でどういう英語を使えるのかみたいなところは少しでもこう勉強になったんじゃないかなっていうのは。聞いてるうちにだんだん、英語での会話とかもだんだん理解できるようにはなってきています。そういう英語を生かした仕事をしたいなっていう、そういう自信はつけました。最初にインターンシップ来た時にあまり自分から積極的に動けなかったんですけど、数日ここで働いたことによってちょっと自分から意見が言えるようになったかなというふうに思うので、これはインターンシップやったことによるちょっとした成長かなと思ってます。